中野市営野球場は長野県中野市一本木にある野球場。b c リーグシナのグランセローズの公式練習グラウンドで公式戦も開催されている。2006年発足した長野県民球団シナのグランセローズは翌2007年1月23日に中野市営野球場を公式練習グラウンドとすることを発表した。 球団の公募に4つの団体が公募し、新潟、富山、石川へ、チームが移動するためには一番立地条件が良いこと、選手が練習しやすい施設であり、また、生活、育成の場として環境が整っていること、外野が天然芝であり、野球場の手入れが行き届いていることを理由に、東球場に決定された。その後3月には、選手が中野市入りし、4月には、 球場でキャンプが行われた。毎年の春季秋期キャンプをはじめ球団主催の各種イベント、また年間数試合の公式戦に使用されている。2017年には初めてシナノが出場したリーグチャンピオンシップ第一戦が開催された。長野電鉄長野線が外野のすぐ裏手に通っており、レフトスタンド後方に電車が走っているのが見える。スコアボード、中野市、 大技穴五3535番地にある野球場。中堅まで137.7メートルと広大で二塁打が出やすい。周辺には中野市 B&G 海洋センター、中野市 A トヨタテニス場、中野市 A トヨタマレットゴルフ場、中野市 A トヨタ運動公園クラブハウスがある。2017年ルートイン BC リーグプレイオフ、ベースボールチャレンジリーグハット AB。 中野市体育施設一覧。中野市。2020年8月26日閲覧。テルヤ県。全国の899条聖破達人が選んだ、名物球場内野席で焼肉 ?withnews。httpswithnews.jp アーティクル。f017043-00299-000000-000000 G001103019900015104A2020 年8月26日閲覧。ありがとうございます。